はい、今回はカメラの設置の仕方についてです。まずちょっと、カメラについての説明をしたいと思います。カメラって自動撮影カメラなんですけれども、いろいろなタイプがあります。で、自分たちが使っているのはですね、こういう、これブッシュネルという会社のものなんですが、こういうタイプの自動撮影カメラ、赤外線の撮影のカメラを使っています。撮影の仕組みですけれども、ここですね。ここで、赤外線を感知します。熱を持った動物を感知するということですね。で、ここがレンズになっていて、ここで、撮影をします。で、この上のこの黒い部分がですね、赤外線を照射する、フラッシュになっています。夜間はですね、明かりがありませんので、赤外線を照射して、それをこう反射したものを、このレンズで撮るというような仕組みになっています。で、そのフラッシュにもいろいろな、タイプがあるんですが、このカメラではブラックフラッシュ、あるいはインフレアードといって、赤外線のフラッシュを焚くんですけれども、その中でも、薄い赤い色が見えないタイプの、ほとんど光って見えないタイプのフラッシュを飛ばす、機種を使っています。なぜかと申しますと、このカメラですね、盗難に遭うことがありまして、盗難に遭う場合はですね、大体が、不法投棄だとか盗掘をしに来た人が、取られたと思って、カメラを持っていく、あるいはカメラを壊すというようなことをすることがあるようです。で、そういった場合でもですね、このカメラが光っていなければ、このカメラの存在自体に気づくことが結構ありませんので、盗難の防止という目的でも、このブラックフラッシュを使うことをお勧めします。防犯に関してですが、お勧めするのはですね、大体のトラップカメラにこういうシリアルナンバーが入っていますので、これをとりあえず控えておくということを、まずはお勧めします。鍵をかける等の防犯についてなんですが、こういったワイヤーですね、ちょっと輪の大きいワイヤーと南京錠1つをご用意ください。あとはこんな風にルーター等で、名前とかを彫っておくといいと思います。もっと隠れた場所に彫っておいた方がいいかもしれませんが、このように印をつけておくとより盗まれにくくなるかと思います。このカメラの撮影に必要なものはですね、開けるとこのような感じになっているんですけれども、電池ですね、電池、そして SD カード、これはSD カードで記録するタイプなので、SD カードが必要です。で、この機種では電池が12本必要なんですけれども、使用する電池はですね、自分はこのエネループプロを使っています。結構頻繁に交換するものですので、ある程度コストを抑えたいという意味でエネループプロを使っています。で、エネループとエネループプロの違いなんですが、このエネループプロの方がですね、間欠点灯、間欠利用といいますか、つけたり消したりというような使用の時にかなり長時間持つというようなタイプになっていますので、これを使っているということですね。あと加えて、その間欠使用をするときに、その電圧が落ちにくい、というようなデータがあるようですので、これを使っています。で、電圧が落ちてしまうとですね、このカメラのフラッシュが弱くなってしまう、可能性がありまして、それを防ぐ意味でも、このエネループプロの方を使っています。はい。で、この機種では、SD あるいは SDHC が記録媒体になっているんですけれども、このような形を使うことをお勧めします。こういうアダプターをかませてですね、マイクロ SD、で記録するという形をお勧めします。これはちょっと適合するかどうかですね、機種によって違うと思うんですが、試して OK であればこちらをお勧めします。というのも、最近ですね、タブレット等ではマイクロ SD の方のスロットがついているものが多くてですね、
現場で動画を確認する際等に、こちらの方がマイクロ SD の方がですね、簡単に確認できる場合が多いですので、こういう形にしておくことをお勧めします。で、実際に設置する際はですね、木だとか環境に、こう取り付けるパーツがまあいろいろとあるんですけれども、まあこういうバンドとかですねもあるんですけれども、これについてはちょっと外で設置の状況を お見せしたいと思います。はい、一般的な設置の方法をお見せしたいと思います。まずですね、この後ろにあるこの部分ですね、この部分にバンドを通します。このようにバンドを通します。で、これをですね、木にくくりつけるというような感じです。はい、くくりつけました。で、この際やや緩くなるように、設置するのがいいと思います。で、角度を調整する際はですね、ここに石なんかを挟んでこのようにちょっと打ち下ろしにしたりします。まあ、ちょっと打ち下ろしになりました。まあ、このように角度を調整します。そしてこれですね、ワイヤーと軟禁状で、この部分に鍵をかけます。よいしょ、このように木に渡してもらって、この大きな穴にこいつを通すと。これで、木に今くくりつきました。で、ここにこの軟禁状をかけるという感じですね。はい、はい、これで設置が完了です。で、設置の際はですね、この土地の方に必ず了解を得るようにしてください。そうしないと、盗撮というふうに言われてしまう可能性もありますので、ここの土地の持ち主ですね、この辺の方に、地元の方に了解を得ると、その上で、設置するようにしてください。はい、この地点はですね、こういう木にこうグリグリと突き刺して設置するタイプのマウントを利用しています。これはですね、木にダメージがありますので、こういう設置の仕方をする場合は必ずやはり土地の方にですね、ちょっと木を傷つけますけれどもということで了解を取るようにしてください。特に人工林ですと、この木そのものにですね、価値がある場合がありますので、必ず地元の方に、確認を取ってください。ちなみにこのカメラはですね、この木自体が、枯れています。枯れ木に今設置しているという状況ですので、まあそのような配慮をしています。この角度等はですね、撮る対象であるとか撮りたい状況なんかによってもかなりいろいろ変わります。まあ、例えばこのカメラでしたら、あそこにあるですね、この倒木ですね、これに、鳥がこう止まるのではないかということで、これを狙って今撮っています。まあ、そのようにですね、いろいろなその目的目標に応じて、設置の仕方をアレンジしてみるのがいいのではないかと思います。